今日はですね、片瀬漁港の島吉丸から、乗り合い船の川崎、に来ました。台風近づいてはいるんですけどね、今日ぐらいしか波の日がないということで、月曜日なんか、来ました。波なので結構人は乗っかってますね。片便で右舷だけで5人ぐらい、私含めて6人って感じですね。もうすぐ出船です。7時出船なんで、あと15分ぐらいありますかね。釣り開始から1時間10分ぐらい経ちました。やっと来たのがこのサイズです。完璧にワッペンサイズですね。困ったもんです。9時20分ぐらいです。釣れてくるのはこんなんばっかです。ワッペンですね。残念です。竿はですね、カワハギ専用竿、これは 1.8 かな、1.8m で、横股両軸リール、B は 1.5 ぐらいですね、これね。で、仕掛けはですね、3本針、リーダーに、ハリスと針の付いたやつね。下はハギ針5本かな、前です。やっと来たのがまたワッペンです。残念ですけど肝があるのでどうしようかなっていう感じですね。ちょっと小さいです。今日はやっぱり水しぶりで低活性という状況のようです。なかなか見えません。水深はですね、12、3メーターから高いところで10メーター前後といったところです。10時回りました。やっといい方来ました。まあどうでしょう、20センチじゃないですけどね。どうなんでしょう、20センチあるからギリギリ、角があるのでオスですね。いい引きでした。やっとこさまともなのが釣れました。よかったです。釣りに来ましたけど小さいです。レギュラーサイズなんですかね。ちょっと色が白っぽいです。今度は一番下の針に来たみたいですね。少し上の方から、落とし込んで、でちょっとたるませて引き合わせるという感じでした。いや、小さいのが来ました。ここまで小さいのは私は釣ったことないです。何センチでしょう。こんなもんです。すごいミニサイズで、こんなのがいっぱい餌取りなんですね。リリースします。今11時15分回ってます。北風で海はだけですね、ちょっと吹いてます北風がね。11時40分を回りました。日が出てきて結構暖かいです。ただその分当たりがなくなりましたね。餌を捕らえるんで魚がいるんでしょうけど、どうなんでしょうね。なかなか川際かかりません。いい天気で波なんですけどね、釣りはしやすいです。結構今日月曜日なので結構混んでますね。天気がいいって自分たち、私も人間の中で7人で14人ぐらいいますね。もうちょっと釣れるといいな。
久々に来たんですけど、この小ささ、これはかわいそうですね。リリースしますけど、こんなのが下の方で餌を取ってるわけでかからないわけです。しかし困ったもんです。12時45分です。ちょっと言い方、まあ小さいのが多いんで、これが、いい引きでした。そんな大きくはないですけどね。肝はパンパンです。美味しそうです。でかいのがかかっています。でかいの来ました。おー、いいよ。はい、こっち来て。これビデオで撮っています。はい、一番上の針ですね。上の針ですね。はい、ありがとうございました。ちょっと写真の方もちょっと行きましょうか。これビデオなんで。午後1時35分です。一番下の針行きましたね。まずまずの方です。肝もいい感じに膨らんでます。いい後に引きでした。午後2時、起き上がりで、今自宅に戻りました。型のいいのはほとんどないです。これなんか大きい方ですよ、まだね。1、2、3、これが一番大きいかな。大きくてこの程度ですから、あとは小さいです。こんなもんですから。ただ肝があるんでキープしちゃいましたが、この針が入っちゃってるんで、小さい。悲しいです。まとめ、あと馬面がゲートで切りました。こんな感じです。また次、これから10月下旬11月12月、今パンパンのカワハギが釣れると思います。また行きますんで、この次はいい感じで釣りたいと思います。